11月25日日比まとめ。楽天田中、退団表明。楽天は24日、田中将大投手36を11月30日提出予定の契約保有者名簿に記載しないと発表した。これを受け、田中は自身の YouTube チャンネルで、この度私は楽天イーグルスと来季の契約を結ばずに新たなチームを探すことに決めました、と退団の意向を示した。オンラインで取材に応じた石井和久シニアディレクターは、球団が減額制限、年俸1億延長は 40% を超える契約条件を提示したと明かし、残ってほしいと話したが、人それぞれの考え方や向き合い方がある、最後は本人から自由契約にしてほしいということだったと説明した。田中に対し、球団は今季年俸2億6000万円から、減額制限を大幅に超える、来季年俸5000万円、出来高含めた総額1億円以上程度を提示したとみられる、最後は上腕自ら、自由契約にしてくださいと退団を申し入れたという。田中は北海道駒大苫小牧校から高校生ドラフト1巡目で2007年に楽天入り、13年は無傷で24勝を挙げ、球団初のリーグ制覇と日本一に貢献した。14年から米大リーグのヤンキースで活躍し、21年に楽天復帰、昨週に右肘の手術を受け、今季の登板は9月下旬の1試合にとどまった。日米通算200勝まではあと3に迫っている。周りはドラゴンズブルーの血が流れている。今の田中に1億以上出す球団ある、安楽の県外明治ダウンだった。捨てる神あれば拾う神あるかな。年俸と合わんし仕方ない。ヤンキースの時の貯金がたんまりあるんやろ。楽天で引退するものだとばかり。最後は坂本とプレイしようぜ。そもそもシーズン通して投げられるの、トミー・ジュンしとけばね。石井に切れたか。マー君使わないから前監督がクビになったんじゃなかった。まあ去年切られても仕方ない状況だったし、変化球投手になったから手向きではある。つうか、楽天で引退すればコーチなりできるっしょ。菅野の代わりがここにいたか。プライド捨てて低年俸でもいいなら取るところはあるだろう。楽天田中、ヤクルトが獲得調査。楽天の田中将大投手36が24日、自身の YouTube チャンネルで楽天と来季の契約を結ばず、移籍先を探すことを明らかにした。今後は自由契約となる右腕に対し、先発補強を目指すヤクルトが獲得に向けて調査を行うことが分かった。抜群の実績に加え、圧倒的な知名度を誇る田中をめぐり、ヤクルトが獲得に向けた調査を行うことが判明した。2年連続の5位に終わったヤクルトは今季2桁勝利を挙げた投手が1人もおらず、先発投手の補強が最重要課題。3年ぶりの V 奪回に向けてソフトバンクから FA 宣言した石川の獲得にも乗り出しており、星稜時代に甲子園を沸かせながら、プロ入り後の5年間で計12勝にとどまっている奥川にも同じ右腕は格好の教科書となる。早川、藤井が自身初の2桁勝利を挙げるなど若手が台頭しつつある楽天に比べ、残り3勝に迫る日米通算200勝に向け、先発機会が得られる可能性も高く、双方にとってメリットがある。石川と400勝コンビで売り出せるな。青木引退で浮いた金をマー君に突っ込むか、ギャンブルだな。ヤクルト、目星外国人投手全員クビにしてたもんな。球速が戻らないとしんどいよね。読売がオファーするかと思ってたが、松坂も中日で1年確変したしな。ヤクルトの先発陣ならありでしょ。登板を見る限り先発起用は無理。1イニングなら使える。これは石井からヤクルトに拾ってくれって根回しされてるな。奥様的には東京周辺の球団が良いのかな。 DeNA でお願い。華やかな時もあれば落ちていく時もあるよ。ずっと手分けにはいかない。グッズ収入と客寄せファンだとして取ったらコスパいいんじゃないか。打者ならともかく投手なら狭い神宮は NG だろ。ダルビッシュを見習うべきだった。石川の登板機会を減らさないでほしいからヤクルト来ないで。プレミア12、侍ジャパンの決勝で敗戦。ラブザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12、侍ジャパン0対4台湾、24日東京ドーム。プレミア12決勝で侍ジャパンが台湾に敗れ、4連続世界一を逃した。野球日本代表侍ジャパンは決勝で今大会3度目の対戦となった台湾に0負けして準優勝。前回大会に続く連覇を逃して国際試合の連勝が27で止まった。井端弘和監督は試合後のテレビインタビューで、選手はよくやってくれた。負けたのは全て私の責任。過酷なスケジュールで選手はよくやってくれたと表情を変えずに振り返った。先発と豪昇帝投手巨人が、両チーム無得点で迎えた5回に2本の本塁打を浴びて4失点。先頭の8番リンジャーチェンに直球を右中間に運ばれ先制ソロを献上した。さらに1死から安打と死球で1、2塁のピンチを招くと、3番チェンジェ戦250キロの直球を捉えられライト席へのスリーランを喫した。攻撃陣は台湾投手陣の前に沈黙した。4回まで前日に予告先発されながら試合直前に変更された。エースの左腕林雄民を相手に源田の内野安打1本のみ。前夜は9得点で勝利したが、この日は継投に入った5回以降も本塁が遠かった。指揮官は出てくるピッチャーが素晴らしかった。と4安打での0負けに完敗を認めた。国際試合での敗戦は2019年11月のプレミア12の2次リーグ米国戦以来となった。台湾強かった。それだけ。やらかしちゃったな。連勝止めるは優勝も逃すわで大失態だろこれ。まさに日本に追いつけ追い越せで、英米、欧州、アジア、中東、南米、北欧、全てが野球大国が日本に牙を向いてきている。我々日本は野球道を追求しなければならない。昨日も台湾と試合してなかったか。野球の大会はシステムがよくわからん。台湾おめでとう。日本ナイトゲーム固定、東京ドーム開催。ここまでお膳立てされて負けるのかよ。このメンバーでよくやったと思うんだけど、みんな厳しいんだな。こういうところで持ってない監督なんだろうな。まあこれで台湾野球が一層盛り上がってくれれば日本が負けた意味はあるわ。ロメイシでもいたの。競技人口減少の影響が出てきたな。台湾の戦勝ちだな。決勝で完封負けは情けないな。井端監督は決勝戦の戦い方を知らなかった。まあ日本一人勝ちだと、それはそれでしらけるしよかったんでねーの。あんまり調子良すぎるのも良くないし、WBC まで視野に入れたら今回の負けは良い薬で良い糧になるんじゃないの。選手の皆さん本当にお疲れ様。プレミア12決勝、
視聴率 17.6%。 テレビ朝日系で24日に放送されたラブザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12スーパーラウンド決勝、日本対台湾午後6時の平均世帯視聴率が 17.6% 関東地区だったことが25日ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は 10.9% だった。毎分最高世帯視聴率は 21.4%、 毎分最高個人 13.1% だった。侍ジャパンは決勝で台湾代表に4安打完封負けを喫し、2大会連続優勝を逃した。国際試合連勝は27でストップ。世界大会の決勝で負けるのは初めてで、今大会台湾と3度目の対戦にして敗れた。前夜消化試合になった前哨戦では、台湾が予告先発を変更する不可解な温存策を断行。スライド登板したエースリン・ユーミン投手21、ダイヤモンドバックス参加3 A に4回まで無失点に抑えられた。やっぱ野球すげえな。日本と台湾しか真面目にやってないのにこの視聴率はすごい。優勝だったらよかったのに。大谷もダルビッシュもいなくてこの数字は立派。 NPB 組だけでもこれだけ取れるんだな。台湾っていつの間にかそんな強くなってたんだな。台湾の視聴率はとんでもないことになってそう。テレ朝が朝から晩まで宣伝しまくってたのに、台湾チアも結構映ったしな。台湾にとっては歴史的イベントになったな。今時これだけ数字取れるコンテンツってないよな。野球好きすぎな人多いな。大谷やるやん。今のテレビ局からしたら10パー台後半連発なんて超有料コンテンツなんだから、そりゃやめられんだろうな。 FA 健康士の中日木下残留決定。国内 FA 権を行使した木下拓也保守32が23日自由残留を決めた。井上和樹新監督53が指揮を取る。来季も慣れ親しんだドラゴンズブルーのユニフォームに袖を通す。この日バンテリンドーム名古屋で行われたファンフェスタ、こういうイベントでファンと触れ合った木下の心はすでに決まっていた。 FA 権行使を決めてから約2週間で導いた結論は残留。本日中日ドラゴンズに残留することを球団監督へお伝えさせていただきましたとコメントした。高知高、高大、トヨタ自動車を経てドラフト3位で2016年にドラゴンズ入り、出場機会を増やした。20年には沢村賞を獲得した大野と、翌21年には投手2冠を達成した柳と共に2年連続で最優秀バッテリー賞に輝いた。打撃でも21年に11本塁打、球団の保守では5年の谷繁以来となる2桁本塁打を放つなど存在感を示した。さっきは右手甲骨折の影響で89試合、今季は74試合の出場にとどまったが、保守としての経験値は申し分ない。4月に国内 FA 権を取得、球団からは複数年契約を提示され、宣言残留も認められていた。行使を決めた際は、せっかく得た権利、他球団からの評価を聞ける最初で最後のチャンス、もう少し時間をかけて考えたかった、と心境を語った。井上新監督を迎えて臨む25年、経験豊富な背番号35は来季も優で戦う。オファーなかったか、あっさり宣言残留か、何の打診もなく、全くの投げ状態だったんだろうな。いつの間にか FA していて騒がれることなく、いつの間にか残留決定していたやつ。一時期は打てる星とか言われてたけど、他球団も打てる星がだいぶ出てきたからな。逆に木下は打てない側の保守になってしまった。福谷も残留しそう。やっぱり自動 FA 制度が必要だよな。かつては盗塁阻止率5割弱で2割7分11本 E ランクならワンチャンどこか興味持っただろうけど、 E ランクで取りに来る球団はあれだろうな。宣言して残留、この段階で井上に好かれる選手ではなくなった。ナム遠方もありえるってことよね。トヨタ時代はいいキャッチャーだった記憶がある。打てるうさみ、肩の加藤、少年は石橋、期待の石井で競わせるし、木下は2軍で後期兼任にあればいいよ。戦力にならなくても保守は欲しいんじゃねえの。サインは変えられても投手の癖とかリーチすることはいろいろあるのに。中日細川4700万増の9200万円。中日細川誠也外野手が24日、名古屋球場で契約更改に臨み、今季年俸4500万円から倍増以上の9200万円でサインした金額はいずれも推定。僕も現役ドラフトで入ってきてる身なので、2年でここまで上がると思っていなかった。結果が出ない時でも地道にやってきて、その成果が出たかなと思うと、とても嬉しい。DeNA から現役ドラフトで移籍2年目の今季は、自身初となる全試合出場先発を達成。打率2割9分2厘、156安打、共にて4位。出塁率3割6分8厘、背負いはいずれもキャリアハイの数字となった。本塁打は前年の24本に1本差と迫る23本を記録。惜しくもキャリアハイ更新とはならなかったが、球団では9年、10年の同じ右打者和田和弘以来となる2年連続20本塁打以上をマークし、打線の中心で存在感を光らせた。初めて143試合怪我なく出られて、そこは本当に大きかった。自分の中で打率がここまで上がるとも思わなかったので、少し自信になった、と課題の確実性向上に納得の表情。その中で、ホームランと打点はもっともっと上げていきたいと、さらなる高みを見据えた。移籍3年目となる来季の目標は30本塁打。その上で、そこをモチベーションとして頑張りたいと、現役ドラフト出身選手初の年俸1億円突破へ意欲を見せた。移籍しなければ絶対にもらえなかった金額だろうな。よかったね。安田か、そこまで来たなら1億の大台乗らせてやれよ。タイトル取ったり優勝に貢献したとかじゃないしな。むしろ球団しっかり払ったなって感じや。これからはおごってもらう側から若手におごる立場に変わるね。タイトルホルダーでもないんだから妥当だろ。現役ドラフトに救われた男となると、ヒロトは億超えかもな。中日はちゃんと金出すから、そこは偉いわ。これぞゲンドラドリーム。最下位のチームでノンタイトルで倍増って十分じゃないの。1億近いしすげえわ。和田理論の傑作。あのままでAに折ったら今頃クビやしな。ほんま、栄光期に巡り会えた細川は持っとるわ。990万矢印4500万矢印9200万。夢しかないやろこんなん。広島の間、1200万増の8000万円。広島のまたかよし外野手31が25日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1200万増の年俸8000万円でサインした。金額は推定。今季は113試合の出場で打率2割7分1厘、1本塁打、28打点、自身6年ぶり2度目の規定打席に到達した。本人は、なかなか思い
描いていたというか、もう少しできたんじゃないかなと、もうちょっとやらないといけなかったなという気持ちが強いと振り返った。規定打席到達にも、本当に申し訳ないぐらい、首脳陣には気を使ってもらって取らせてもらったと思っている。来年は規定にしっかり乗ったぞと、胸を張って言えるように、と自覚をにじませた。今季の本塁打は一本、オフの取り組みを問われると、もうちょっとだけ飛ばしたいですね。毎年言ってるなと思われるかもしれないけど、毎年の課題、一本は寂しいので、もう少し打てるように頑張りますと長打力アップを誓った。野間8000万なのか、あまりに安すぎて3度にしたわ。野間は8000でよう残ってくれとるわ。前もなんでそんな上げ幅で笑顔なんやと思う後悔してるから、金に興味なさそうなんよな。野間はあと3、4000万上げても良いわ勝利。野間は成績はほとんど変わらず、打席数も30増えただけだから、ほんまに規定到達しただけの上げ幅なんやろな。コンディションさえ良ければな。阪神梅野現状維持1億6000万円。阪神梅野雄太郎保守33が25日、西宮市の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の推定1億6000万円でサインした。2021年のオフに国内 FA 権を行使せず阪神に残留、その際に結んだ複数年契約は3年と見られていたが、4年であることが判明し、来季は最終年となる。金額は推定、今季は95試合出場し、打率2割9厘、0本塁打、15打点、球団生え抜き保守初の通算1000試合出場も達成したが、チームは球団初の連覇を逃し、納得できるシーズンではなかった。チームとしても個人としても申し訳ない。来年は反省を生かして勝つことをレベルアップさせたいと V 奪回を誓った。打力の向上もテーマに掲げ、個人的にもっともっと数字を残していかないといけない、来年は数字を残したいと会見では数字という言葉を繰り返した。藤川監督が就任会見でベテランに奮起を促したことには、監督が言う通り自覚を持ってやっていきたい、いい意味で期待を裏切るように、監督を胴上げをしたい、キャリアハイを目指したいと意気込み語った。やっぱ正捕手は梅ちゃんだよな。梅野って間違いなく前世紀は捕手の総合的守備力は12球団一だった。中日大野も実は4年契約でしたってやったけど、わざわざ隠す意味あるのか。方が劣化すんのまあわかるけど、守備面劣化しすぎよな。盗塁全然させなくなっとるし、ボロボロすんのよく見るようになった。若手捕手の入る隙間はあるのかしら。梅野に代打すら出さないで負けるパターンがなんかやったと思ってんだ。今年というかここ数年あかんのは確かだし、まあいろいろ言われてもしゃあない。4年契約なの隠してたの謎だな。広島プルニエル来季契約を結ばず。広島は25日、ロベルト・コルニエル投手と来季契約を結ばないと発表した。今季はリリーフ16登板で防御率 2.65 という成績だった。6年契約を2年残しての退団となった。ドミニカ共和国のカープアカデミーから20年9月に育成契約を結び、21年開幕前に支配下登録。同年6月20日の DeNA 戦東京ドームでは当時、日本球界最速タイの165キロをマークし、シーズン50登板でブルペンを支えた。NPB 通算86登板で2勝6敗、10ホールド、防御率 4.04 だった。24日に閉幕したプレミア12では、ドミニカ共和国の代表メンバーに名を連ねていた。グッバイコルニエル、まだやれそうではあるがどっか取らんかな。コルニエル釣ったことで、チケットもう一人取る可能性は残ったな。左投手から方向転換して右投手のドミンゲスじゃなくて、コルニエルの枠を補填だったんだな。じゃあ左先発まだ探しているのか。コルニエルは争奪戦だな。球速はすごいから球質さえ変えられるならすごいピッチャーになると思うよ。コルニエルは昇格1に登板目はいつも完璧や。なおその後、160キロ超えるストレートに豆腐メンタルの持ち主がコルニエル。コルニエルアウトでドミンゲス取って、ガチャ回す選択したのは意外だったな。2021年あたりは、今のライマルクラスに化けるかなと期待してたもんやが、指導はええんや。指導だけはまあ駒不足のチームがコルニエル拾いに行く可能性は十分あるやろ。環境変えたらまた変わるかもよ。ソフトバンクの優勝パレードに28万人。ソフトバンクの優勝祝賀パレードが24日福岡市内中心部で行われた。優勝パレードは2019年以来5年ぶり。選手会長の周東業、国母広樹監督、大貞治会長が乗り込んだオープンカーを先頭に、山川穂高、柳田悠岐、現役引退を表明した和田剛さん、国内 FA 権を行使した開拓や最多勝の有原康平の3人を乗せたオープンカーが続き、大きな声援や感謝の声で沿道が湧いた。選手らが乗り込んだ天井の空いたバスなども続いたパレードは、天神など福岡の中心地を約30分かけてゆっくりと進んだ。沿道には28万人球団発表が集まった。国母監督は、個人的には2010年以来だった。勝つと本当にファンの皆さんのおかげだなというのが一番伝わるのがパレードですね。正直言うと、やっぱり日本一になってパレードしないといけないというのが一番感じました。それでもリーグ優勝ありがとうという言葉をたくさんかけていただいて、ありがとうと言われるのは選手の時より監督の方が多かったかなという感じがしますねと笑顔で振り返った。ソフトバンクは今季4年ぶりにパリーグを制覇したが、日本シリーズはセリーグ3位でクライマックスシリーズ CS を勝ち上がった横浜に敗れた。博多でもこんなに人が来るのかよ。福岡住みだけどパレード知らんかったわ。結局パレードやるのか。優勝引っ下げて帰ってこないとな。俺もキャーキャー言われたいよ。つもりが一丁前にオープンカーに、つもりは走らせとけ。しかし晴れてよかったな。和田さんにとって最高の花道やな。石川がしれっとオープンカーにリーグ優勝で終わったのに、28万人も集まるなんてホークスが九州全体に根付いてる証拠だな。プレイオフの弊害やな。リーグ優勝しても日しり勝っても中途半端な気分にしかならんわ。タイガースの御堂筋パレードで15万とかじゃなかった。
30日はベイスターズの日本一パレード。加藤が負けようがこの時期は大英4でセールやってんな。28万人すげえ。プロ野球は羨ましいな。ホークス28万人台なり、ドジャース25万人。清原翔吾が野球引退。境内清原翔吾内野手が野球引退を決断したことが24日。わかった。堀井監督には22日に意思を伝え、この日朝に獲得の意思を示していた独立リーグ球団などに断りを入れた。中学高校で野球経験なしも境内の4番打者に成長し、プロ志望届を提出。ドラフト直前には2球団から問い合わせがあったが指名はならなかった。ドラフト後の早慶戦でアーチを放つなど、今週リーグ戦では3本塁打を放っていた。境内野球部からはプロ志望届を提出してから今日まで真剣に悩み向き合った結果、今後は野球の道ではなく新たに目標を持ち社会に出る準備をすることにしました。大学から再び始めた野球人生でしたが、どれもが自分を成長させてくれる貴重な経験ばかりでした。監督、チームメイト、家族、そして応援し支えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました、と清原のコメントが発表された。就職活動は行っておらず、境内に1年留年して就職活動に励むことが予想される。ドラフト指名もレゴは今季からウエスタンリーグに参戦した工夫早手などや独立球団からオファーが殺到したが、就職前線でも争奪戦が勃発しそうだ。企業の CM に使われる未来が見える。空白の高校時代はもったいなかったな。一般人だろ放っておけ。次見た時マットと同じ化粧してたら笑うわ。めっちゃ賢明な判断。中高時代野球をやってたらどれくらいの打者になったんだろうな。まあ本人もそこまで野球に未練ないんだろ。普通の男の子に戻りますと言ってバットを地面に置くのか。まあ独立リーグなら行かないのが正解だよ。数年後はテレビ局でスポーツキャスターしてそう。今は1年くらいの就職浪人はどうということはない。無理して就職する方が安い会社を掴むことになる。まあ親孝行はしただろ。名前は売ったんだし輝かしい未来が待ってる。あの性格なら何やっても成功しそうやな。頑張れよ。元 DeNA の太田氏、巨人のアカデミーコーチに就任。今季限りで現役引退した元 DeNA の太田大志34が巨人のアカデミーコーチに就任することが24日決まった。巨人、日本ハム、 DeNA と3球団でプレーした経験を生かし、子供たちに野球の楽しさを伝えていく。太田は8年ドラフト1位で巨人に入団し、松井秀喜の背番号50を受け継いだ。16年オフにトレード移籍した日本ハムで潜在能力が開花。移籍1年目の17年に自身初の規定打席に到達し、19年にはキャリアハイの打率2割8分9厘、20本塁打をマークした。21年オフに自由契約となり、 DeNA に移籍した。一軍出場がなかった今季は戦力外通告を受け、ユニフォームを脱ぐ決断をした。9年ぶりのフルス復帰。18日の引退会見ではまた違う新たなステージに向かっていくことを決断しました。悔いや後悔はありませんと話した。新たな形で野球に携わっていく。巨人帰っちゃうか。お元気で。子供とキャッキャしながら教えるのいいな。太田さんも中身は野球少年だからね。寂しいけどこれからも野球に携わってくれるのは嬉しい。また何らかの形でうちにも関わってほしい。扱いとしては球団職員だから、給料は一般サラリーマンくらいだろうな。現役続行を視野に入れて動いていた太田さんに、球団職員としてのオファー出すわけにもいかないから手遅れたんだろうなと。巨人の方がお仕事あるだろうしな。阿部監督、阪神大山に熱烈なラブコール。阪神大山雄介内野手29の獲得に動いている巨人の阿部慎之助監督45が23日公の場で初めて発言。うちに来て正規の大 FA の先駆者になってほしいと熱烈なラブコールを送った。来季のチーム編成を描く阿部監督がきっぱりと言った。優勝したからこそ補強が必要だと思う。大山くんは茨城出身なので東京に来てくれないかなと。今本人が一番懸念してるのは阪神から巨人に行くということだけだと思う。歴史と伝統のある阪神で4番を担い、長く活躍して手にした FA の権利、本人の意思を尊重させていただくとした上で、今後の状況次第では直接交渉にも出馬を辞さない。どこかのタイミングで直接交渉の席について思いを伝えたいとも思っています。すでに球団は最長6年24億延長の大型契約を提示している。熱意と誠意を持ってラブコールを送る。初回から申告敬遠で勝負を避けられるなど短期決戦で岡本和の後を打つ5番打者の不在が敗因として浮き彫りになった。5番で岡本の後を打つ格がいない、出てこなかった。実績がある選手がいてくれたらと思って参戦している。正規の大 FA の先駆者になってほしいと阿部監督と直球な言葉で思いを伝え、決断の時を待つ。これで回まで取ったら大城どこで使うんだよ。茨城なら楽天の方が近いだろ。千葉ロッテの方が近い。この成績で6年24億か。 NPB も成長したな。こう始まったか。巨人側がコメント出し始めたな。岡本が行きやすくなる。岡本に朗報だな。もう小魂を隠さなくてもよくなった。途中加入の外人の方が活躍するし、ダメになったらすぐクビにできるのに。セリーグへの影響力だと少し前の丸さえ超えられないでしょ。埼玉行きたいんちゃうか。岡本が4番だからって強打者を5番に置くという昭和から続く打順感がもったいない。本人が関東に帰りたいのなら仕方ないんじゃね。もういいだろ、解放してやれ。人的故障が厄介すぎるんよ。若手の中山昭弘あたり取られたらショックすぎる。行くならパリーグの方がいいぞ。大山と買い取ったら大城はもうプロテクト外してもらって、ソフトバンク阪神に移籍した方がいいだろ。そこなら正キャッチャーなれるかもよ。